はい、皆さんこんにちは、さきです。そしてハローです。そしてゆうちゃんです。今回は三兄弟のカバンの中身紹介していきたいと思います。すげえ。最近ね、私全然カバンの中身紹介してないっていうのもあるし、兄弟で紹介する機会がなかったので、今回はね、中身もねちょっと全然違うと思うので、一気に今回は紹介していきたいと思います。はい。それではどうぞ。まずは誰？じゃあまず、はい、じゃあその自信満々。どうぞどうぞ。バッカは何ですか？この子の名前は？マイメロです。マイメロのバッカです。おばあちゃんに買ってもらいました。しかもね、目がねキラキラなんですよね。これすみっこ暮らしの猫です。あとしっぽ。こっちって見えないか。うん。ニンニンかしら。ねなんで持ってるの？え、だってね。何？UFO キャッチャーでしょ？UFO キャッチャーでゆうちゃん一人で撮ったから、うん、みんなに、すごいって言われて撮りました。はい。せーの。じゃん。わなげチョコですね。はい。わなげチョコ。そこ見せてわかんない。そこ見せても何、うん、次どうぞ。せーの、はい、うん、これの一緒のやつです。はい、これは猫の消毒です。うん、ちょっと見て。匂いがするんです。はい、これは視聴者さんから。なんだろう、視聴者さん。視聴者さん。じゃあね、ねねのファンの方からもらったやつ奪いました。え、違う、これうーちゃんにくれたんじゃないっけ。そうそうそう、うーちゃんにみたいな。お願いします。はい、次、せーの。はい、これはガチャの収納のマスクです。あ、いいよ。おお、頑張れ。いかない。もういいね。もういいです。僕がつけます。ダメです。はい、次、これは集まれの動物の集まれお先の待ってくれ。フレッシュです。お先のじゃん。私のファンの方からいただいたんですけど、ちゃんとお名前にね、お先のって書いてますね。あー、書いてくれたの。そう、ただファンの子がやってるんですけど。待ってんじゃねえよ。うーちゃんのになってるじゃん。これみんなに使おうね。あー、お菓子ばっかりだね。マーブルチョコですね。さっきもマーブルチョコなかった。マーブル好きじゃない。ずっと同じの食べてるんだね。美味しい。うん、美味しいです、いつも、いつも。そのまんまグレープスパイガムです。みんなでねねとゆうちゃんと2人でやります。はい、やれば。あ、今やる。なんかこれ1個だけ酸っぱいのが入って、それが誰かみたいなやつですね。じゃあ誰か当てるね。うん、はい、うーちゃん。すごい。マガオ。あとね、あ、最後ですね。最後ね。せーの、はい、指輪のここ黄色いやつついてる。指輪の形。じゃあ次僕ですね。このアディダスのやつですね。これは誕生日プレゼントでもらいました。これあれ結構使ってますよね。ではまずちっちゃい方から紹介していきます。まず最初、じゃーん、 お菓子ですね。なんかチュッシュして、うわー、ベタベタになるやつでしょ。そうカバンの中でぶちまけたことあるから、それ以来トラウマなんですよね。はい、次、ベタベタ、じゃーん、お先から奪ったクロミちゃんの消毒でーす。はーい、グレープの匂いですね。はい、次、じゃん、これはマスクですね。マスクが汚れたり濡れたりしたら、このねマスクに変えます。次、じゃん、男子には欠かせない俺の櫛ですね。これはフランフランでね変えました。それ私のなんだけど。フランフランの俺です。そうだっけ。じゃあ次、じゃん、力持ちおくんの僕がちゃんとね、みんなの充電器をね持ってあげてます。でもね、この人持ってるからって言って、なんか一人で勝手に全部使うんですよ。だから私に貸してとか言ったら全部もう地下でゼロなんですよね。次、じゃん、これはねお財布ですね。ポロのね財布です。卒業祝いでね買ってもらいました。じゃーん、これはねお寿司の飴ですね。なんか暇な時になんかちょっとだけなんか糖分取りたいなって思ったら、この飴をね舐めてみますね。舐めてますね。舐めずみ、これ舐めずみ、舐めずみ袋に入れて舐めずみ。え、やだ、舐めずみ。次、携帯ですね。僕の携帯です。で、あとはもうこのレシートとこの
グミの最初のヘタの部分のやつですね。ヘタで捨てろよ。はい、はい、それでは最後です。お先で、はい、おさきでーす。おさきちゃん。こちらはですね、マジのバニティポーチの形をしたバッグがすっごいいろんなブランドから出てて、その中でも、このマジのカバンがすごいなんか話題になってて今、欲しいと思ったんですけど、なんかどこも売り切れで、やっと見つけたんですよね。こちらマスクですね。これはなんか、K-POP の方がよくなんか練習の時とかにつけてるようなマスクがあるんですけど、憧れちゃって買いました。こんな感じですね。韓国の方がたくさんやってるんですけど、私はなんか韓国アイドルになりたいと思ったので、これを買わせていただきました。韓国アイドルにはなれないこれ4層になってるらしくて、抗菌能力高いみたいな感じなんですよ。でしかもなんかここもしまえるんですよね、この塩つけた部分が。ここがちょっとなんか出っ張ってるのでリップがつかないんですよ。だからそれもいいなと思ったし、折りたためるからさ、ここの面が下に行かないようになってるんですよ。こうやってガードされてて、マスクケースとかなくても置けるのでめっちゃいいですね。で次、キャンディストリッパーっていう私が最近推してる洋服屋さんなんですけど、それのなんかポイントカード的な。ポイントカードですね。普通さ、財布に入れるでしょ、そんなの。だからなくなんだよ。違う違う、そうなんだよね。あの、一回使ったら元に戻す癖がなくて。それない。はい、そして、あ、こちらお菓子ですね。あ、どんぐりガム大好きなんですよね。なんか、飴の中にガムが入ってるみたいなやつなんですけど、最近駄菓子屋さん行ったら見つけてるので買いました。あ、こちらはですね、リップですね。最近買ったんですけど、ナーズの口紅ですね。普通さ、なんかご飯とか食べたら落ちるじゃん。全然落ちないし、マスクにも全然つかないんですよ。だからこれめっちゃいい。で、これはロムアンドですね。これロムアンドもめっちゃいいです。これなんかみずみずしくて、メイク塗ってる感するのが嫌なんですけど、これ全然しないのでめっちゃいいです。はい、こちらはですね、メルプチから誕生日プレゼントでもらったんですけど、アイムミミのアイシャドウパレットですね。この感じ。シンプルな感じの色なので、結構使いやすいですね、すごい。ありがとうございます。煽ってる。いや、煽ってない。全然煽ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。違う。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ドーナツ。は？ありがとうございます。ブルーと。グリーン、グリーン。グリーンと、イチゴと。パープル、パープル、パープル、パープル。パープル。いいよ、いいよ。グロン、グロン、グルー、グルー、グルー。グルー。グルー。ピコー。ブラック、ブラック、ブラック。ピコー。レッドレッドレッドカンカン。はい、次じゃん。こちらはさくらちゃんとのチェキですね。これはなんかふざけて撮ったんですけど、事務所にチェキがあったので撮ったやつですね。すっごいね。ミス、うわうちのさ、さあ奇跡の1枚だったのにこれが入れてきます。じゃあビリーないでよ。気持ち悪いな。はい、次こちらはヘアゴムですね。なんかこれはやっぱり私ね、結構おろすのが好きなんですけど、ご飯とか食べるときはやっぱ髪の毛邪魔なので、まあ、これあったら便利ということでね、いつも入れてます。はい、次こちら、こちらはお財布ですね。これはもうずっと前から紹介してるんですけど、いつだっけ、去年中1の時、一昨年誕生日プレゼントで買ってもらったお財布です。はい、次こちらは消毒ですね。なんかこれはなんかどっかでもらった、どっかのお店入ってたらもらえたんですけど、すごくない？こんなすごい消毒をもらえちゃったんですけど、手洗えない時とかあるじゃないですか。洗面台が近くになくてとか、ご飯食べる前とかは欠かさず持ってますね。次こちら、あ、見て、ね、これ、ね、これ、あ、ガチャガチャのやつか。そう、ガチャガチャのなんかインフルエンサーとかアイドルとかいう称号が書かれてるバッジなんですけど、私これのインフルエンサーが欲しくて狙ったんですけど、なんかなんでか花粉症が出てきてしまって。花粉症ですか？私の家族に花粉症パパしかいないので、今の季節くしゃみとかしちゃうと結構危ないので、花粉症ですよって示してからみたいな。確かに、そしたらいいかなと思ったんで。はい、次こちらはハサミ。怖いよ。紹介の仕方怖すぎた。あの、私ですね、タグを、私ね、タグ切る癖がなくて、今日も多分タグつけっぱなしなんですけど、見てください。は？母乳だから。そうなんですけど、いつもつけっぱなしで撮影行っちゃったりとかして、メルプチメアの人とかに撮ってもらってるんですけど、そういう時があろうかと、ハサミを用意してます。はい、次。こちらは、スマホですね。っていい感じで、以上でーす。はい、ということで、こんな感じで3兄弟のカバン一気見せやりました。はい、雑談とかすっごいたくさんしちゃったんですけど、めっちゃカットされてるよね。そうだね、今もうなんかめっちゃ撮ってるんですけど、多分これが10分ぐらいに縮小されてるでしょう。まあなんかこんな感じで、いつも1人ずつの紹介が多いと思うんですけど、うん、今回は3人ずつということで、リクエスト感もあったから、ね、お得感ということでね。大体変わりませんね、いつも入ってるものは、うん、ぜひね、参考にしてもらえればなって思います。ということで、終わりたいと思います。怖い、いいため
コメント、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。バイバーイ。お席に失礼します。ハルはにお席します。ゆうちゃんお席にします。